マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、チーム同士の相性の良し悪しというのはあるもんなんですか？まあおそらくですね、結果を見るとまああるようですね。やはりそうですよね。ここはキーポイントになるかもしれませんね。さあこの場面で打席には3番の山田が入っています。初球から思い切って振ってきました山田。来たー、スタンド一直線、突き刺さった。山田逆転スリーランホームラン。カープ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カープ逆転を許します。3対2。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。残念ながらカープ敗れてしまいました。今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあただこういう負け方の方が気持ちの切り替えはしやすいのかもしれません。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったヤクルトスワローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。